いけ、クソマス。いけ、全員いけ、全員いけ、全員いけ。とりあえず、誰か一人が。オッケー、ナイス。さらに。納得できねえよ。ひとまず、これは CPU に任しといて。OK? やるべきところと。ナイス。シシド。クソマス。ちょっと待てよ。染岡にも、意地でも。染岡に回したい。ここ突破して前に行って染岡出さして、突破してパスしよう。止まれで、待って、ストップしてからのセンタリングからのダイレクトシュート、センタリングからのダイレクトボレー。あ、違う、見とけ、みんな見とけ。ねえお前さ、いないれのくせにオフサイドとか使うな。おい、キャップつばりはオフサイドないんだが。ねえ、なんで超ちゃんとしてるんですけど。で、キャプテン翼は一人翼を前に置けば勝ちなんだが、なんでオフサイドあるんだよ。くっそ、オフサイドあんのかよ。何このちゃんとしてるサッカーゲームは。ちゃんとオフサイドあったねえ。コーナーキックむずすぎだろ。いけ、染め、まずはおのおのが全力で取りに行け。さあ、どっちか行く。左に染めを展開させるか、右にナギを展開させるか。まず、わかった。じゃあ、ソメがこっちに走る。リョータはソメについていく。そのスペースに、そのスペースにナギが入ってくる。で、ナギにパス。これと。これ、これすごいでしょ。これソメが正面見てるじゃん。リョータはソメ見てるだろ、な。で、で、ソメが左に走った。ってことは、リョータは左に行く。で、そこの空いたスペースにナギが入ってくる。見とけ。なんでリョータ騙されねえんだよ、バカ。騙されろよ、そこは。